なぜ剣を離さない。まだ俺を倒せると思っているのか。力の差か。てめえが俺より強かったら、俺が諦めると思ってんのか。俺は強くなりたい。俺のせいで誰かが死ぬのはもう嫌だ。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。何一人でカッコつけてんだよ。そいつは一人やったくらいじゃ無理な相談だね。こういうことを聞いているんじゃない。どうしてこんな風に死ぬと決められたんだ。不合理だろ。どんな手を使っても辻褄を合わせてやる。他人を助けようとして自分が死んでしまったら元も子もないからね。だからあいつには俺様の力が必要なんだ。俺の仲間に手出して無事でいられると思うなよ。この地獄を生き抜いてみんな救えるなんて思ってないさ。それでも僕は一人でも多く救いたい。なんであいつのことを親父って呼んだ。あの人が息子と呼んでくれるからな。俺たちは世の中の嫌われ者だからよ。い嬉しいんだな。ただの言葉でも。俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが、唾を吐きかけられようが、大抵のことは笑って見過ごしてる。だがな、どんな理由があろうと俺は友達を傷つける奴は許さない。今戦う力を俺にくれ。勝手に死に踊れ。そしてまた必ず集結。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。もし諦めたら悔いが残る仲間だろうが。あんな思い俺はもう味わえたくて。仲間を売り切れる。死んだ方がマシだ。何かを守ろうとする人間は強いものだ。優先を期待する。俺はこの男を殺すには勝てねえ。お前を超える男だ。ジェットピストル。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。俺は弟だ。俺たちもう仲間だろ。この海じゃ誰もが知ってるはずだ。俺たちの仲間に手を出せば一体どうなるかってことくらいな。よく見ていて、お前が希望を託した男、命を閉ざす瞬間